ブラウンシュバイクの宣言書で尻を拭き、タバコに火をつける人々ブラウンシュバイクの宣言は、フランス革命戦争中の1792年7月25日に、同盟軍司令官ブラウンシュバイク公爵が発した宣言である。パリ市民が国王類16世に少しでも危害を加えれば、パリ市の全面破壊も辞さないという内容の脅迫であったが、 より一層市民を怒らせ、敵に守護される国王の敗意要求に、彼らをかき立てる結果になった。英語の読みにより、ブランズウィックの宣言とも言う。1792年6月20日、チュイルリー宮殿に侵入した、サンキロット民兵に侮辱を受け、赤いフリジア帽をかぶらされた、ルイ16世であったが、拒否権は、放棄せずに、民衆と共に乾杯して、ガンとして、 情報拒んだ。ボートは市長ペティオンの介入によってようやく解散したが、この事件は武装したボートが宮殿内の寝室まで踏み込んでくるという悠々しき状況であった。王子らと共に議会議場に避難を強いられたマリー・アントワネットは大変怯えて、オーストリアの中仏大シメルシー・イコール・アルジェ伯爵に手紙を書き、彼を介して、 ブラウンシュバイク公尺に同盟軍が何らかの声明を発してジャコバン派を脅迫し恐怖に震え上がらせてやるように懇願した。公尺はあまり効果があるとは思えなかったので乗り切れはなかったがメルシー大使の根気強い説得に負け7月25日にコブレンツで同宣言を発表した宣言の内容は まず革命政府によるオーストリアとプロイセンに対する侵略を非難し、続いてフランス国王の自由と権力が回復されるべきことを主張した上で、両国はやむを得ない状況によって戦争に引き込まれたもので、自国の利益のためフランスを征服するわけではないこと。また両国はフランスの内政に干渉する意図はいささかもなく、フランス国王一家を救出し、 フランス国王が統治を行うのに必要な安全を確保するために協力すること以外は望んでおらず、フランス国王に服従し、同盟軍に対し戦闘行動を取らないすべてのフランス人の生命及び財産は保護されるとする一方、立法議会とすべての行政関係者及びパリ国民衛兵のメンバーは容赦なく軍法会議にかけられるものとし、さらにもし王宮が襲撃され、 フランス国王とその家族に重大な侮辱もしくは危害が加えられたならば、同盟軍は、見せしめとして、パリを全面的に破壊し、半とどもに然るべき刑罰を与えるとするものであり、続いて7月27日には、国王一家が一万一パリ市民によって、パリ以外の地に連行されるなら、その通過を妨げないすべての土地及び都市は、パリと同様の運命に見舞われるとする追加宣言が、 発表された。この宣言は7月28日頃にパリに届き、8月1日までの間に市民のあらゆる階層を激怒させた。フランスの国王は敵国の司令官に守られる存在であることが明らかになり、祖国を救うには王政を打倒しなければならないという認識が広まった。すでに高まっていた不満が、 一気に爆発して後戻りできないところまで来て、48地区のうちで47地区が国王範囲に賛成の署名をするに至る。これら一連の動きが8月10日事件の民衆放棄が起こる直接の引き金となった。ありがとうございます。